アフリカネーションズカップ2023は第34回目のアフリカネーションズカップである。開催国はコートジボワールで、ザ・アフリカサッカー連盟は2019年大会より開催時期を1月から6.7月に変更してから2回目となる。開催時期を6.7月に変更した理由についてはヨーロッパのクラブにとって 1.2月はシーズン真っ只中に実施することになるため、アフリカ出身の主力選手がチームから離脱することにつながった。2014年9月20日、エチオピアのアディス・アベバで行われたカフリ時間による投票の結果、2019年のカメルーン、2021年のコートジボワールと共に、2023年はギニアで開催すると発表した。 この時2023年大会の日程は決まっておらず、開催国のギニアは2019年大会及び2021年大会にも立候補していた。立候補、立候補から除外、2018年11月30日、カフはカメルーンに対し、準備の遅れと治安の悪さを理由に、アフリカネーションズカップ2019の開催権を剥奪した。しかし、 アフマット・アフマット・カフ会長は、カメルーンに2021年大会の開催権を引き受ける代わりに、コートジボワールに対しては2023年大会を、ギニアに対しては2025年大会の開催権を与えた。2019年1月30日、カフ会長は、コートジボワールのアビジャンで、アラサン・ワタラ大統領と会談し、2023年大会の 開催を同国で実施することを確認した。以下の国が予選を通過したアフリカネーションズカップ本大会の出場国が24に拡張してから6会場を使用することが求められる。また、カフが定めている条件は以下の通りである。ありがとうございます。